サイアムセンターアーチズ・サイアムセンター及びサイアムディスカバリーは太陽国の首都バンコクのパトゥムワン区にある2棟の巨大なショッピングモール。バンコクスカイトレインのサイアム駅に位置するこれらショッピングモールはサイアムスクエアの反対側サイアムパラゴンの近隣にあり MBK センターに設置する巨大なショッピング地区の一部をなしている。どちらの棟も ザモールグループと共にサイアムパラゴンの所有者であるサイアムピワット社が運営している。建物に係かるスカイブリッジはサイアムセンターとサイアムリスカバリーの4階を接続している。また両胸の間には中庭があり各種コンサートや特別なイベントの会場に使用されることがよくある。加えてバンコクスカイトレインのナショナルスタジアム駅と MBK センターから伸びるスカイブリッジはサイアムディスカバリーへとつながっている。サイアムセンターは1973年に建設され、当時バンコクでは最初のショッピングモールの一つとなった。センターは幾度も改装が施されており、その中には1995年の火事の後に行われたものも含まれている。最近行われた改装では魔法のガラス箱をコンセプトとし、 4階建てで新しいフードコートや10代の買い物客に向けたファッションの中心地としての場を提供している。他、1994年に駐車場のサイアムカーパークが建設された。6階建てのサイアムディスカバリーは1997年に建設された。これはサイアムセンターよりもやや大人向けのマーケットとなっている。 最新のテーマは、一つのフロアに、一つのコンセプトを、で、同業の店舗を一階層にまとめた。入居する店舗の中には、イタリアのファッションブランド、ディーゼルがあり、これはタイで唯一のディーゼルの店舗である。また、家具その他、家庭用設備の販売店ハビタットがあり、これも、アジアでは唯一の支店である。店舗の中には、日本の雑貨店ロフトも一致している。 イーグフグランドシネマとゴールドクラスシアターはそれぞれ建物の6階に置かれている。ありがとうございます。